皆さん、こちらに今ちょっとご注目ください。これをですね、今私こうやって手を離したらどうなると思います？当然ですよね。こうなりますよね。でちょっとここのスイッチ入れます。で同じことやります。こう角で立つんです。これ三軸 のホイールが入っててですね、それがスピードを変化させることによって角で立ってるんです。で原理としてはですね、核運動量保存とか作用反作用とか高校でなったことあると思うんですけど、難しい話しても運っていう人おると思うんですけど、簡単に言うとですね、こう倒しそうになった時に手をこう必死に回すとバランス保ってますよね。こう後ろにつむれさってもこうやっても倒れる。でこの腕の動きと中にホイールが回ってるのと、同じ働きをして、こいつは角でずっと立ち続けようとしてるんです。バランスを取ってるんですね。で私こういう話をずっとやってます。14年前、2004年に筑波の地にやってきて以来、人工衛星に必要な姿勢制御っていう、センサーとかアクチュエーターの研究開発にずっと携わってきた人間です。なので我々専門家から見たらですね、こういうホイールを使った姿勢制御っていうのは普通のことで、特に新しいことでもないわけです。で上司からですね、これ最初実はですね、もうはっきり言うとこれ最初やってる人がいたんです。でスイスでやってたんですけど、これをうちの上司が見つけてですね、三谷君もっといいの作ってよとやったんですよ。でそれで結果的にできたんですけど、せっかく JAXA でやるんだったら真似事やってもしょうがないですよね。だからどうせなら宇宙で使えるものを使いたいと。でこれ自分で立ってるんですけども、中にセンサーとアクチュエーターと計算機っていう人工衛星で姿勢制御に必要なものが全てこの箱の中に詰まってるんです。だからですね、これをそのまま宇宙機に乗っけるっていうふうなことをすれば、そのままもう宇宙機が姿勢制御できちゃうっていうようなものができるっていうのは思いました。であとは日本の専売特許っていうのではないんですけども、これをもっと小さくしていけばもっといろんなことに使えるんじゃないかと思って、でそれで小型化を目指そうっていうふうな活動をつい数年はやってきました。で JAXA の中にはちょっと全体 の交付金の中のほんの小さな枠組みなんですけども、JAXA の中の自由なアイデアをですね募ってですね、でそれを自由に研究開発やらせてくれっていう枠組みがあります。で実はこの三軸モジュールの話っていうのはそこの研究の枠組みの中で、生まれてきたものなんです。でその枠組みを使ってですね、これをもっと小さくしていこうとでやり始めたわけです。最初は真似事でした。でもやり始めるうちにどんどんアイデアが湧いてきてですね、でこれ今10センチぐらいの角度なんですけど、世界 のトップは15センチぐらい の大きさですから、それよりも3分の2ぐらい辺としては小さくなってるわけです。でこれを見た皆さんはですね、いろんなアイデアが湧いてくるんですね。これを見たらもっといろんなものを使えるんじゃないかとかですね、でもっとこうしたらもっと小さくなるんじゃないかとか、そういうアイデアがどんどん出てきました。でですね、今これ10センチ立ってるやつ、今これぐらいの大きさになっています。でこれで今、31ミリの大きさになっています、一辺が。で角はちょっと今無理なんですけど、辺でこのように立つというふうなところまでできてですね、ここからここへのジャンプっていうのは小さなことの積み重ねなんですが、大きく見れば皆さんすごいジャンプがあったと思いますが、実際にこれがこの組み立てのイメージなんですけども、日本の折り紙のような形で組み立てですね、でこのような形でできたと。で当然これはもう世界で見ても一番小さいです。で大きさとしては卵1個分で、重さは 50g ぐらいの三軸姿勢制御モジュールで、これぐらいままできたときは自分でもなかなかいいのができたなっていうふうには思いました。でこの話はちょっとこれぐらいにしておいて、これも最先端って言っていただければありがたいんですけども、最先端って言ったら皆さんどういうのを思い浮かべるでしょうか。戻ってくるロケット、これ最近イーロンマスクでよくありますよね。あるいはバーチャルリアリティとか、あとは人工知能 AI ですね。あとは最近自動運転、東京オリンピックに向けて政府頑張っています。あるいは 8K テレビジョンとかですね、人ですけど、大谷翔平とかですね、そういうのあるんですけども、こういうの知ってる方いらっしゃいます？ウェブで見たことあるっていう人。
いらっしゃらないですか。ぜひ今日終わったら後ろで展示してるんでぜひ見ていただきたいんですけども、これ今宙に浮かんでるんです。でこれは地上では無理なんですけども、宇宙ステーションの方で無重力空間でふわふわ漂っている風なものになります。でこれ名前がですね、イントボールっていう名前で、真ん中にカメラがついてですね、でそれで宇宙ステーションの中を自由に飛び回ってですね、で地上でこのようにコマンドを送ることによって宇宙空間で自由に飛んでですね、でそれでカメラで撮像するということができる機能なんです。でなんでそんなことっていうふうに思うと思うかもしれませんが、宇宙飛行士ってギャラっていうか時給がめっちゃ高くてですね、時給で500万円ぐらいって言われてるんです。でなのでそれを単純に今カメラ撮影してもらってますけど、こんなのもったいないですよね。それをイントボールっていうドローンのカメラがクルーの代わりに地上からコマンドを送って撮影してもらうっていうふうなことをコンセプトにしたものです。でこれでクルーのリソースが 10% も削減するというふうに言われています。でまだそこまではかなってないんですが、それを今目標に今頑張っているっていうようなところなんです。これ実際に宇宙飛行士に使ってもらうようなところなんですけども、すごい不思議な印象を受けますよね。なんか SF とかですね、CG みたいに思われるような方いらっしゃると思います。でこれ実際に今宇宙飛行士が作業しているときに黒い両手塞がってるんです。そしたらカメラで見てほしい、今どうなってるかなっていうのを地上から見たいと、それを見てもらうといったことにできるようになります。でこれカナリ宇宙飛行士、この前行きました、カナリ宇宙飛行士もこれを使って実際にイントボールに撮像の作業を手伝ってもらったっていうふうなところになります。でこれを見てですね、スターウォーズの BB-8 とかですね、あとガンダムのハロみたいだって言ってくる人がいてですね、我々としても大変それ聞いて大変嬉しく思います。それはですね、結局 何かっていうと、これを頑張ってやることで皆さんに夢を見させることに成功したっていうふうに言えると思います。で、これからも引き続きこういう活動をやっていっています。でこれ実はですね、中にですね、これが入っているんです、このイントボールっていうのは。でこれの他にもですね、あとはドローンの技術のナビゲーションカメラだとかですね、あとはマイクロファンっていうパソコン冷却するファンですねっていうものが入って、一個一個は既存の技術なんですけども、それを組み立てることによって、こういうイントボールっていう新しいそのアプリケーションというか新しい価値を生むロボットができています。あとちょっともう一個あるんですけども、もう一個は私違う研究やってまして、これ今度三軸もちょっと関係ないんですけども、ジャイロセンサーっていう私やってるんです、ずっと。何かっていうと回転速度を測る、これぐるぐる回るものの正確に拍度を測ると、これぐらい速く回っても100万分の1ぐらい の精度で測ることができるというふうなセンサーです。で人工衛星に載せるのに必須のセンサーでして、このようにですね、地球から地球の外から地球の表面を見たりとかですね、であるいは地球にいるんだけども宇宙の果てを見るっていうふうなセンサーとして必須のものになります。で精度としてはですね、どれくらいかっていうと、ちょっと感覚表現するのかなり難しいんですけど、例えば東京駅から富士山って100キロぐらい離れてるんですが、富士山の頂上のてっぺんに待ち針の針を持って、で東京から糸をその富士山の頂上に針の穴に糸を通すぐらいの精度が必要、角度の精度が必要ぐらいな感度になります。でセンサーってセンサーに関わらず何でもそうなんですけど、原理っていうものがあるんですよね。でこのジャイロの原理っていうのは、最初は19世紀のフーコーっていう人がの派遣したフーコーの振り子っていうのが有名です。でこれ何かっていうと、地球は回転しているっていうふうなレート、普段皆さん感じませんが24時間で1回してるわけですよね、常識的に。でそれを検知するというところからジャイロの歴史っていうのは始まっています。で今私が取り組んでるのはフーコーの原理ではなくて、20世紀にアインシュタインが発見した光相対論を使った高速一定っていうのを使うジャイロを使っています。一言で言うと光ファイバーを使った光ファイバージャイロっていうのをやっています。でこの光ファイバーを要はぐる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 固有状に巻いていくんですね。でそれを光を通して光干渉させることによって回転角速度を検知するというものをやっています。原理感度を上げるためにはどん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 ファイバー長くしていけばいいってことは分かってるんです、分かりきってるんです。ただそれをファイバーっていうのは髪の毛1本分ぐらいしかないのを、だいたい必要な感度の内には 3km ぐらい巻かないといけないですね。でこれ 3km のコイルをひたすらこうやって巻いていくっていうのはもう途方もない作業で、時間もかかるとコストもかかるっていうことで、結構現実的ではないっていうふうに言われてるんです。じゃあもうこの光相対論を使った干渉ファイバージャイロの原理自身を
諦めないとこうせざるもできないのっていうと、いやそうじゃないんですよね。で、他の技術を織り交ぜることによって、そこの原理では課題となっていたことが新たに解決できるっていう例があるんです。で、これはマルチコアファイバーって呼ばれているシングルモードファイバー、光ファイバーって皆さんのお家とか会社にも今普通に這い回ってると思うんですが、最近ギガビット伝送っていって新しいファイバーを這い回すというようなことを今やって、必死にやってるマルチコアファイバーの、これ私やってないですが、通信業界がやってるファイバーです。で、断面がこのレンコンみたいな見えるの断面が、ファイバーに一個一個に、普通は一個しかコアっていう光通す穴が開いてないんですけども、それが7個とかもっとたくさんあるコアとかがあるマルチコアファイバーっていうのがあります。で、これを使ったらその課題が克服できるんじゃないかと。で、でこれちょっと最初のアイデアの下書きの絵を取ってきたんですが、アイデアはすごく簡単なんですね。ファイバー短くても、そのマルチコアファイバーをまずコイル状にぐるぐる巻いて、ぐるぐる巻いた後にレンコンみたいに開いた穴を交互にどんどんつないでいくんですね。そうするとたくさん巻いたことになるでしょっていう風な、すごく発想としては単純な話なんです。で、もちろんそれをつなぐときに、そのつなぐとき の接続の損失とかですね、そういったものを抑えないといけないっていうのはあるんですが、そんな簡単なことって思われることは思いますが、それ実は世界でやったことなかったんですね。で、大体いけるかなとも思ってたんですけども、でもやったことがない、じゃあやってみようということでやってみたんです。で、これが実際にやってみて、うまく、結果的にはうまくいきました。で、実際理論通りに感度が向上したんですね。これはもうほやほやで、今年、さっき今年の9月に発表したものです。世界初です。マルチコアファイバーを使った光ファイバージャイロっていうものは今まで誰もやったことがないし、実際に感度が出たっていうことを確かめました。で、これが学会でも高く評価されました。で、これもジャイロっていうものがマルチコアファイバーって通信業界のものと、ミックスすることによって新しいものを生み出したっていうようなものの典型例になります。で、これはこれからなんですけども、そういう感度の高いジャイロっていうのはそれを使ってさらに高精度 のミッションとかですね、あるいは人工衛星の新しいもので探求したりとか研究したりするっていうふうなものがどんどん JAXA の中で研究されていきます。この新しいジャイロを使ってさらに新しいミッションを生んでいく、そういうふうなことも今まで新しかったものも既存のものになっていく、既存のものがまた新しいミッションを生んでいくというふうな連鎖で、イノベーションとか新しいものは起きていくというふうに私は信じています。で、これは重要なメッセージだと私は皆さんに発したいんですけども、まずイントボールの話は既存のドローンの技術で、既存の私が持っていた三軸モジュールの技術でイントボールっていう新しい価値を生み出すドローンロボットっていうのを生み出すことに成功しました。で、ファイバージャイロの話もそうですね。通信業界の新しいファイバーと昔からある光ファイバージャイロの原理を組み合わせることによって、今まで の問題を打開するような新しい感度の高いジャイロっていうのを作ることができました。で、新しい価値っていうふうな時に皆さんなかなかその難しいと思うかもしれませんが、今まで振り返ってみると、その新しい価値を起こしてきたものっていうのは、既存のものにプラスアルファを加えることで実現してきたことっていうのは、マイクにいとまがないわけですよね。例えばライト兄弟なんかは、実際鳥が飛んでるのを実際にその機械部品を組み立てて、で、自分自身で努力確保することによって、人でも空を飛ぶということをできるということを原理的に証明しました。で、飛行機自身がそれ以降の我々の地球とか世界を変えていたということは皆さん否定できないと思います。非常に世界が変わりました。スマホとかもそうです。スマホも携帯電話にインターネットに接続するだけで、皆さん24時間どこにいても世界とつながるというような環境を作って、で、ソーシャルネットワークだけではなく、もういろんな形で世界を変えていったわけです。それも携帯とインターネットをつなげただけです。で、私専門家、JAXA っていう専門にいるんですけれども、だから宇宙開発っていうとか宇宙の研究者っていうのはすごいなとかって思ったりとかしたら、ちょっと私の言いたいことっていうのはちょっとあまり伝わってないってことは思うんですけども、専門は確かに JAXA っていうのは筑波で他の人たちと同じように物理化学数学生物の知識使って専門的なことをやってますが、でも専門知識を使うっていうことは別に他の皆さんも同じなんですよね。例えば
例えばですね、料理屋とかでもそうですね、料理屋とか料理人とかは、材料の、食品材料の知識とか食品衛生の知識を使って、そういう専門的な知識を使って日常の業務をやってるんです。で、他の、魚屋とか料理屋とか肉屋だって、材料の卸とか、材料の目利きとか、そういうふうな専門的な知識を使わないといけないし、あとは床屋さんとか、美容師さんだって髪の毛を切る、スキルとかスタイリッシュにするスキルとかそういったものが必要になるわけです。で必要なのはそういったいろんな専門知識の人たちが自分たちの、既存の、スキルとかを当たり前と思わないでいろんなところにインタラクションしていっていろんなことをその相互解消して起こさせていくっていうことが私は非常に重要だと思っています。重要なのは自分がその当たり やっていたことを自分たちのその世界だけで閉じこもらないでいろんなところに自分の知識が当たり前と思っていてもいろんなところと一緒にやっていくと。で皆さんも自分のやっていることをどんどん当たり前と思わないで一緒にインタラクションしてやっていってほしいと思うんですね。でこれも JAXA の中も、実はなかなか一枚岩じゃなくていろんな部門がこう分かれるっていうことがあるんですけども、この三軸モジュールを見たらその宇宙飛行士のリソースを管理している部門からはこれを使ったらイントボールができるって話になって、でそれ僕もそれは面白いねって話になって、それどん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 アイデアが具体化していってさっきのイントボールみたいな話になっていったりとか。で私も最初冒頭申し上げましたけど、これが立つっていうこと自身は上司からこれ作ってって言われなければやり始めませんでした。でもそれが当たり前と思っていても他の皆さんは当たり前と思っていないということがありますので、ぜひ皆さん自分から発信して、いろんな技術を交流していろんなイノベーションを起こすプレイヤーに皆さんなってほしいというふうに思います。ありがとうございました。